ユピテルの FDR シリーズは長年にわたる実績と経験を生かした信頼と耐久性が特徴。全周囲記録と集積データによって現場の安全向上にご活用いただけます。360度記録のカメラならこれ1台でフォークリフトの全周囲をカバー。オペレーター操作状況や後方もしっかり記録。またスタービス搭載のカメラなら明かりの少ない暗い場所でも鮮明に記録します。最大2つのカメラまで増設が可能です。これによりフォークの爪先や後方の記録などお客様のニーズに合わせカスタマイズができます。またカメラを含む全ユニットが防水防塵仕様。耐久温度はマイナス25度からプラス60度まで対応しているので屋外や冷凍室、炎天下などあらゆる場所でお使いいただけます。記録データは専用ブラウザソフトのみ閲覧や削除が可能。また膨大な記録データから異常値のみ抽出したり記録データをまとめたレポートの作成が可能です。記録データは現場における事故原因の解明、対策はもちろん見えない危険への気づきによる安全対策、また作業効率の改善などにもお役立ちいただいております。そして新しい FDR シリーズは現場の声から新機能を追加、さらに進化しています。今までキーオフやオン直後で記録できなかったオペレーターの作業も記録できるよう2つの録画機能を追加。録画待機時間設定機能、いつでも録画開始できる待機モードでキーオンするとすぐさま録画。録画延長機能、キーオフした後も最大5分間録画の継続が可能になりました。オペレーターの乗り降りから作業中の様子まで広範囲で取り逃しがありません。従来 SD カードは断片化による記録エラーを防ぐために定期的なフォーマット作業が必要でした。今回新たに独自のファイルシステムを採用しメンテナンスフリーを実現、利便性が向上しました。オプションの無線 LAN ユニットの追加で本機がネットワークに接続。 Linux をインストールした管理 PC があれば記録データを転送、自動でバックアップ保存を行います。本機から SD カードを取り出し PC に保存する手間がなく、格段に効率的なデータ管理が可能になりました。トヨタ自動織機が提供するクラウド型稼働管理サービスドラレココネクトをご利用いただけます。ドラレココネクトは記録した映像やデータをクラウドで一括管理できるシステムです。本機の通信方法は無線 LAN または LTE から選択できます。本機が事故や危険運転などの異常を検知するとクラウドへ自動転送、同時に現場管理者へも通知を行います。離れた場所からでもいつでも状況や映像の確認ができるので、トラブル発生時に迅速な対応が行えます。さらに収集した記録データから安全運転の状況を自動集計しレポート化、複数の車両台数や稼働状況のグラフ化ができます。カメラや SD カードはオプションに設定、ご予算やニーズに応じて必要なオプションを無駄なく選ぶことができます。映像とデータ、それらの分析によって日々の気づきや改善を助け、さらなる安全強化につながる。ユピテルのフォークリフト専用ドライブレコーダー FDR シリーズ。ユピテル。